はいどうも、ヤマトランクスです。今回はですね、こちらウェブブラウザのゲームなんですけども、生き急げインスタントラバーというねフリーのゲームをプレイしていきたいと思います。このゲームね、1分以内に彼女ができないと死んでしまうというね、もうなんかちょっとふざけたゲームなんですよね。早速ね、やっていきたいと思います。ニューゲームいくぜ。まずは主人公の名前を入力してくださいということで、かけるさんになってるのかな。名前はいつもの通り、ヤマトでいきたいと思います。ごく一部に若干のホラー的要素が含まれます。ホラー演出を見ないように設定しますか？見るに決まってんだろ。見ると。はてなはてなはてな。謎の人物ですね。目覚めるのです。目覚めるのです。ヤマト。女神様か？誰？私は女神。この世界を滑る美しくて偉い神様です。はあ。ヤマト、突然ですが、あなたに世界を救ってほしいのです。いや、マジ、本当に突然だわ。いきなり何、まず。世界を？なんで僕が？あなたは、選ばれし者なのです。あなたでなくては、世界は救えない。選ばれし者？もうね、いきなりこう、中二的な設定だね。こう、中二病になっちゃう、これ。選ばれし者ね。悪くない。わかりました。僕にできることなら何でも言ってください。さすがは選ばれし者。そう言ってくれると思っていました。それで僕は具体的に何をすれば？一分以内に彼女を作ってください。え？一分以内に彼女ができなければ爆発して死にます。え？では頼みましたよ。こういう感じで入るのね。あ、ちょっと待って、右上見て、カウントダウンされてる。やべ、もう50秒くらいしかないんだけど。夢か、夢ちゃうぞ。右上見ろ、右上。変な夢だったな。彼女ができなければ爆発するなんて。ん？だよね。気づいた、ようやく。40秒切ってる、やばい。なにこれ！おいおい、冗談じゃないぞ。本当に彼女ができなければ、僕は。お、女神来た。ヤマト、助けて。女神がドアから入ってきた！これマジなんですか？マジで僕、死んじゃうやつなんですか？マジで死にます。クソったれ！だよな、まあクソったれって言いたい気持ちわかるわ。まあまあ落ち着いて、あなたにいいものをあげましょう。何？お、回復した。カウントが回復した。元に戻った？これは、命の砂時計。これを使えばカウントをリセットできます。おう、それさえあれば死ぬことはないんですね。残念ながらこれは消耗品ですので、時間を戻すには別のものを探す必要があります。これ読んでるとやばい。読んでるとどんどん減るんだけど。命の砂時計は街の至るところに隠しておきました。死にたくなければ必死こいて探してください。畜生。僕が何したって言うんだ。これはせめてもの、なんだこれ、せん、え、これ何読むんだろう、これ何て読むんだろう、これはせめてもの、ちょっと待って、これはせめてもの、選別せんだよな、なんかわかんないけど、有効に活用してください。命の砂時計を一つ手に入れた。やばい、漢字が読めんくて時間が、家から出る。とりあえず学校に行こう。学校の住所を片っ端から当たれば可能性は。え、急がないと、時間がないぞ。死ぬ、時間切れ？死んだ。マジで死んだんだけど、ゼロだったら。これあの、ドラゴンボールのヤムチャが死んだ時、サイバーマンにやられて死んだ時のポーズ。え、マジ？さあ、もう一回気を取り直してやっていきたいと思います。ちょっとこの辺は読んだね。ちょっと飛ばしていきますよ。さっきね、漢字が読めなくて、めちゃくちゃ時間食ったんだけど、ちょっとそこはね、サクッといきます、サクッと。大丈夫、死なない。これ連打連打。時間をね、時間もマジでもったいないから、これ連打だよ、マジで。読んでる場合じゃない。初見のところ読むけど、2回目はね、読まない。はい、こっから。
とりあえずセーブしよっか、これ。とりあえずセーブしよう。家から出よう。はい。時間がないぞ。ヤマト、誰か来た。女の子かわいい。あ、はや。今朝は早かったね。今日も一緒に学校行こう。幼なじみか、これ。こいつの名前は、幼いなじみ。家が隣で幼稚園からの、幼なじみだ。そうだよ、なじみがいたじゃないか。毎朝欠かさず家まで起こしに来るし、絶対僕のこと好きだろ。え、告白しよう。僕と付き合ってください。え？めちゃくちゃなの分かっている。でも、僕を救えるのは、なじみしかいないんだ。いいよ。え？もう全クリやん、これもう。全クリ。簡単なんだけど。そこをなんとか。え？ヤマトからそう言ってくれるの。私、ずっと待ってた。なじみ。じゃ、はい。え、怖い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 。え、婚姻届か、しかも、夏印済みの、応印済みの婚姻届を持っておる。やばいだろ、こいつ。え？何これ。何って、婚姻届だよ。いや、わかるけどさ、絶対やばいでしょ、お前。なんで持ってんの？いつあなたに迫られてもいいように、肌身離さず持ってたの。でも、僕らまだ高校生だよ。結婚なんて気が早いよ。大丈夫大丈夫、とりあえずこの紙に名前と印鑑もらうだけだから。え？まあそれだけならいいけど。こうして僕は一命を取り留めた。なんか取り返しとつかないことをしちゃった気がするけど、背に腹は変えられないよね。生きてるって最高。エンド1、もう逃げられない。いや、意味深なエンドタイトル。ちょっとね、今のエンドだと、ちょっとなんかね、まあ、先がありそうだったんで、別の選択肢を選んでいきましょうか。とりあえず家から出ましょう。で、馴染みと会うんだけど、ちょっとここは割愛しますね。学校へ、あたりを見渡す。なんかあるかな？あ、犬とその時ある！オッケー。セーブしよう。うん。セーブしよう。学校へ急ごう。え、待ってよ、ヤマト。さすがに馴染みは巻き込めない。呼び止める彼女を尻目に僕は学校へ急いだ。学校来ました。急げ、時間がないぞ。なんか来た。おーす、ヤマト、一緒に学校行こうぜ。こいつは春田健、中学からの付き合いのいわゆる悪友だ。いいやつなんだけど話長いんだよな、こいつ。やべ、使おう、もうやばい。よし、セーブしよう。オッケー。適当にあしらう。悪い健、ちょっと今急いでて。なあなあ聞いてくれよ、昨日やったゲームが激アツでさ、ドラゴントラスターってゲームなんだけど、知らねえよそんなゲーム。いや、ちょ、マジで。まあまあ落ち着けって、そのゲームフリームってサイトで無料で配信されてて。ああ殴った殴った、初めて人を殴った。あ、学校来た。学校に着いた。とにかく手当たり次第女の子に声をかけるぞ。ね、君。え、何ですか、これモブキャラだね、絶対ね。僕と付き合ってください。え、何急に、怖っ。あ、待って、クソ、やっぱりダメか。ヤマト君、誰だ。え、おはよう、どうしたの、ずいぶんうなだれてるようだったけど。この人は豊島京子、僕のクラスの担任な。美人だけどちょっと怖いんだよな。やばい、時間がない。時間、砂時計使う。よし、セーブしよう。これ大丈夫か、セーブしよう。とりあえずセーブしよう。告白しよう。先生、僕と付き合ってください。教師をからかって楽しいのだよね。僕は本気です。前から先生のことが好きだったんです。付き合ってくれなきゃ知りますよ。お、落ち着きなさい、ヤマト君。悩みがあるなら後で聞くから。やばいやつだと思われたか。何せよ、これ以上押しても無駄みたいだな。先生、僕急いでるんで失礼します。ちょ、ヤマト君。僕は他のターゲット探しに校舎に向かった。やばい、ダメだ、ことごとく女子から変な目で見られてしまった。そりゃそうだろ、これおしまいだ。僕と付き合ってくれる女子なんているはず。あ、みちろはーん。みちる？うわ、ビッチみたいのいる。ウィッスー。彼女は確か黒瀬みちる、スクールカースト上位に位置する陽キャ中の陽キャだ。やべ、時間がない。そういえば、モザイ男たちの間で黒瀬は男に節操がないビッチだと噂されていた。やばい、だとしたら頼み込めば僕でもワンチャンあるんじゃないか。時間切れ。うわははだいぶ飛ばされてやばいな、これな。はい、こっからやり直しましょう。時計ないかな、あたり見渡して。ない。ない。適当にごまかそう。あ、先生おはようございます。なんでもないですよ。今日も綺麗ですね。何を急に踊ったりして。怪しいよね。
やだな、本心ですよ。仕事もできて、容姿、鍛錬なんて、先生と結婚できる人は幸せなんだろうな。なんなら僕が立候補しようかな。なんちて。我ながら意味不明なことを口走ってしまったと思う。結婚ね。先生？なんでもないわ。ふざけてないで早く教室行きなさい。はい。意外と話長かった。ここはちょっと飛ばそう。あ、みちるはーということは、みちるちゃんが出てくるんだね。ビッチみちる。これやれるだろ、完全に。やれる、告白しよう。クロスさん？あんた誰？僕は隣のクラスのヤマト、ちょっとクロスさんにお願いしたいことがあるんだ。ヤブカラボーね、何お願いって。僕と付き合ってください。は？急に何言ってんのあんた。あれ、思った反応と違うな。お願いだよ、人助けと思って、クロスさんなら男の一人や二人と付き合うぐらい。朝飯前でしょ？時間切れ、やべえ。さあ、告白しよう。僕と付き合ってください。は？急に何言ってんのあんた。うん、朝飯前でしょ、なんてね。失礼すぎでしょ。勘違いしないでほしいんだけど、私そんな安い女じゃないから。え、チャラくないの？待ってよ、ちょっとだけだから、一回だけでいいから。やっぱそれ目的かよ。しねえ。まあそれ目的なんだけどね。ダメや、振られちゃった。言っちゃった、切った話と違うぞ。黒瀬みちるは来るもの拒まずのクソビッチじゃなかったのか。考えてる暇ない、突き渡ろう。やばい、クソ、どいつもこいつもゴミを見るような目で僕を見やがって。僕は悪くないんだ、元といえばあいつが。苦戦してるようですね、ヤマト。女神！おやおや、感情に身を任せていてはいけません。その調子では一生彼女なんてできませんよ。ち、時間切れ。これちょっとむずいんだけど。チンじゃねえわ。ちょっと待って、すまんぞこれ、やばい。告白した方が早いねこれね。うん、オッケー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 。で、みちるちゃん来るんだけど、どうせ振られるから、ここはちょっと適当にあしらう感じでいこうか。あたりちょっと見渡してみようか。あるかな。あった、その時計。オッケーオッケーオッケー。セーブしよう。他を当たる。僕にだって DT としてのプライドがある。初めての彼女は清廉可憐な女の子って決めてるんだ。はい、廊下に来ました。これは女神が来るパターンだよね。はい、来た来た来た。女神！おやおや、感情に身を任せてはいけません。そんな調子では一生彼女なんてできませんよ。貴様、使う使う使う。あるかな。あたり見渡す。ダメだ、ここには何もない。犬になる、犬になろう。クンクン。おや、キュン、女神様、命だけは助けてほしいわ。プライドを捨てて畜生になり下がりましたか。人間としての尊厳はないのですか。死ぬよりましたわ。お願いします、ご主人様。ダメです、ちゃんと彼女を作ってください。しかし今の滑稽さは見事でした。女神ポイントをあげましょう。あ、どうも。女神ポイントって何？図書館に来てみたはいいものの、さすがにこの時間に人はいないか。あはは、馴染みがいた、ヤマト。うお、馴染み。今朝はどうしたの、あんなに慌てて。僕にもいろいろ事情があるんだよ。へえ、その事情って女の子に告白すること？え？しかも手当たり次第に。あれってどういうつもりなのかな。なんか怖いんだけど。あたりを見渡す。砂ない砂。あった、あった。あ、使わなきゃ。よし、ちょっとセーブしよう。告白しよう。これ同じパターンかな。いいよ、やっぱり同じパターンか、これ。あ、同じパターンなのこれ。やっぱり婚姻届だ。いや、このループ入っちゃうんだね。馴染みに告白すると成功するんだ。なるほどね。こうして僕は一命を取り留めた。うん、あ、エンド1につながるんだねこれね。なるほどなるほど。じゃあちょっとロードしてもう一回やり直してみましょう。事情を話して去る、これだな。実はカクカクしかじか。そう、信じられないけど本当なんだね。うん、だから早く彼女を作らなくちゃいけないんだ。なんで？え、ちょっとなんか見えとる、なんか見えとる。あれ包丁やろ。なんで私じゃないの？へえ、私だったら喜んでヤマトの彼女になるのに。どうして私を避けて他の女に告白するの？なんか様子がおかしいぞ。どうして？ねえ、どうして？怖い。命の危険を感じ、僕はたまらず逃げ出した。やばいやばい、馴染みのやつ一体何のつもりなんだ。馴染みと付き合えば問題は解決できるかもしれないが、それ以上に危険であると僕の第六感が叫んでいた。あ、先生、ヤマト君何してるの？もうホームルームが始まる時間よ。先生、もうこの人しかいないのか。告白する、僕と付き合ってください。ヤマト君、あんまりふざけるようだと生活指導室に連れて行こうよ。時間切れ。うわー、よし、先生来た。
とりあえず砂時計ないか見渡しましょう。あった、オッケー。よし、セーブしよう。告白する、付き合ってください。あんまりふざけるようだと生活指導室に連れて行くわよ。なんで、先生は僕のこと嫌いなんですか。 いえ、でも教師をおちょくる生徒は嫌いよ。手厳しい。これ以上押しても無駄だ、岡渡ろう。僕の機構が生活指導の先生に知られたようで、学校中の先生が僕を探してるみたいだ。まるで指名手配犯のようじゃないか。とりあえず人目を避けてここに来たんだけど、これからどうしようか。ん、あー、またビッチ来た。でさあ、何それ、ウケる。あ、クロスさん。ん、あんた誰。僕は隣のクラスのヤマト。こんなところ何してるの。時間がないや。はい、ミチルちゃん来るよ。あんた誰。僕は隣のクラスのヤマト。こんなところで何をしているの。別にあんたに関係なくない。あるかな。あ、じゃあ使っちゃった。あるかな。ない。告白しても無理だから、ちょっと男らしさアピールするか。とりあえず無策に突っ込んで無駄だ。クロスさんに男らしさをアピールしてみよう。クロスさん、何？どやー、どう、僕の体マッチョ。いや、キモ。てか、マッチョネタで喜ぶの小学生もんだから。ダメ出しされてしまった。え、受けなかったのこれ。行っちゃった。まずいぞ、先生たちの見回りが強化されている。見つかれば一発アウトだ。とりあえず体育倉庫に逃げ込んだはいいけど、ここからどうしたものか。いや、包丁持ったおなじみが来た。ヤマト、こんなとこにいたんだ。先生たちがヤマトを探してたよ。で、もう覚悟決まった？私の彼氏になる？踊り狂う。パオ？ん？あ、よいしょ、あ、よいしょ、あ、よいしょ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 、あれ？右上のカウントダウン消えてない？どうしたのヤマト？頭がおかしくなっちゃったの？決して気が触れたのではない。神社の家系である我が家に代々伝わるこの舞踊は、神に祈りを捧げることで対象者の邪気を払うことができる。今の馴染みは普通ではない。よくわからないけど、多分悪霊的なのが馴染みに何かしらをしておかしくなったんだと思う。あ、よっさ、あ、ほいっさ、あ、よいしょ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 。ほっ、白目になった。ぐがー、くらってるね。なんかくらってるね、悪霊に。聞いてる、聞いてる。うわー、なじみ、ヤマト、私、一体。もう大丈夫。なじみに取り付いていた悪霊は払ったから、これで変な思い込みもなくなったはずだよ。よくわからないけど、あなたに迷惑かけちゃったみたいだね。ごめんなさい。うん、いいんだ。じゃあ僕急ぐから、また。ヤマトが好きだってことは本当の気持ちなんだけどな。あー、1分になってる。あと、またカウントダウン始まった。東大元暮らし、校舎に戻ってきたけど意外と警備が緩いな。あ、ヤマト君。け、先生、学校中の教師があなたを探してるのよ。女子生徒に手当たり次第声をかけて告白してるって本当なの？改めて実演すると僕のやってることは奇行すぎるな。見渡そう。あるかな。あったあったあった。よし、セーブしよう。とりあえず事情を話す。先生、実はカクカクしかじかで、彼女ができないと死ぬ？とんでもない話ね。嘘みたいだけど本当なんです。だから先生、行きなさい。え？私は誰も見なかった。そういうことにしといてあげる。ありがとうございます。もう残るは屋上しかない。頼む、誰か行ってくれよ。うわ、またあんたか。クロスさん、またサボってるの。ダメだよ、授業には出なくちゃ。あんたが言うな。使おう。よし、見渡す。ダメだ、何もない。金で解決しよう。いくらだ。あ、いくら払えば俺の女になる。落ちるとこまで落ちたな。金で解決はやばいね。この手の女は行き地を平つかせれば落ちるってエッチな漫画に書いてあった。僕は詳しいんだ。やべ、70円しか残ってねえ。もう金持ってねえじゃん。ジュース買ってんじゃねえよ。どうすっか。いくらつまらんようが無理だよ。死ね、終身名誉童貞が。名誉すぎる。なんだこれ。残るのはこの屋上だけだ。頼む、誰かいてくれ。女神、ヤマト、とうとうここまで来ましたか。女神様、
なぜここに。彼女はできましたか。それはあなたが一番よく知ってるんじゃないですか。ちょっと意地悪な質問でしたね。なぜなんです、女神様は。なぜ僕をこんな目に遭わすんですか。あれ、止まった。少し時を止めましょうか。これでゆっくり話せるでしょう。やっとなんか神っぽいことしたな。して、先ほどの質問の答えですが、ヤマト、すべてはあなたのためなのですよ。どういうことですか？未来を予知できる私が断言しますが、あなたはこのままでは一生彼女ができません。え、嘘だ。このままではあなたの血が途絶えてしまう。だから仕方なく葉っぱをかけたのですよ。それが本当だとしてもあなたには関係ない話じゃないですか。いやいや、だって困るじゃないですか。私を祀ってる神社の跡取りがいなくなったら。え？うちで祀ってる神様って女神様だったんですか？幼い馴染みを払う時も助けてあげたでしょ。おかげでカウントができませんでしたよ。ああ、あれって仕様だったんだ。仕様とか言うな、仕様って。でもそういうことならなぜ僕が死ぬようなリスクを。ここまでやっても彼女ができない雑魚遺伝子なら別に途絶えてもいいかなって。わら、てめえ。まあここまで生きてしまったということはもう望みはありませんがね。そんな。さあヤマト、最後の時です。何か言い残すことはありませんか。え、一応セーブしようか。これセーブがあるからね。セーブしよう。これ最後だよね。これね、告白してみようか。僕と付き合ってください。そういうことだったのですね。え？あなたは彼女が作れなかったのではなく、作らなかった。なぜなら私が美しすぎるから。は？ですがダメですよ、ヤマト。女神はみんなの女神様なのです。よってあなたの彼女になることはありえません。ということはつまり爆殺？クソったれー。死んだよマジで。これもえ、ダメなの？女神ルートないんだ。というわけで最後の選択肢、まあ順番にむせびなく選んでいきましょうか。ピピエーン。おや、ぐすん、死にたくないよ。そう無様に泣かれてしまっては女神としては救いの手を差し伸べたくなりますが、女神ポイントが足りません。出直してください。チェックショー。死んだんだけどマジで。というわけで最後の選択肢、プレイヤーの皆様へ一言というか、ね、謎の選択肢あるんでこれ選びましょうか。え、いいんですか、そんなめたいこと言って。ゲームの世界観が壊れちゃいますよ、ヤマト。そもそもこのゲームが世界観を語ること自体おこがましいとは思いませんか。それは確かに。ここまで遊んでくれた皆さん、このゲームは楽しんでもらえたかな。まさにフリーゲームといった感じの自由すぎるゲームでしたが、楽しんでもらえたら嬉しいです。エンディングはこれを含めて合計7種、みんなコンプリートできたかな。頑張れば私も攻略できますよ。せいぜい頑張ってくださいね。おっと、俺が主人公のゲームドラゴントラスターもよかったら遊んでくれよな。じゃあ最後に一丁やっときますか。おいおい、足だけは引っ張ってくれるなよ。抜かせ。私は避難しますね。それじゃせーの、チドーン、ジエンド。というわけでいかがだったでしょうか。インスタントラバー面白かったですね。よかったら皆さんもこれ無料できるね、やってみてください。以上ヤマトランクスでした。アーリーマットでバイバイ。